どこまでも雪ばっかりだね。雪はきれいだね。やめろって、ほら下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ、ソラ、大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？ん？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきりお似合いだったよね。バクとフンジおじゃらおじゃら。なんだ？アナ！エルサ。エルサがあそこにいるのか？エルサとアナがあの城に。急ごう！吹雪が強くなってきた。寒いよ。気をつけて進もう。どこかに隠れられるところはないかな。ちょっと諦めるよ、待て。飛ばされないね。気が止んだぞ。エルサとアナ大丈夫かな。急ごう。
クリストフ。アナ。アナ、ダメアナ、助かるかな？わからない。わからないけどやるしかないんだ。アーバルスを倒そう。燃え上がれ。一緒に。Thank you.
ラクシーヌ！想定外だけど、この世界には2人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を7人揃えられなくても、私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったら、ちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければ、エルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな。さっきの力があれば。アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの？大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ？そうよ、愛よ。
遅くなってごめん。ううん、急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者としてソラと一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました。空の中にベントスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから確かな情報ですよ。それならベントスを助けられる。でもベントスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いやでも。ソラは目覚めの力は取り戻したのか。いえ多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いややっぱりインシッド様が言ってた通りだから。ソラなら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。ソラは俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから後から追ってくれ。ああ分かった。でも無理しないで何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理というか無茶ですけどね。エンシッド様の言うことは聞かないのにリクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続きソラは力を取り戻すことに。王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。はい。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。
それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作、その後もう一体空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子、そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけ者かな。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさかシグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。うん、うん、あ